チャレンジいたしますのは、目指せババフミカ写真集ババフミカセンター試験。今週末は受験生にとって大切なセンター試験が行われます。受験生ばかりに大変な思いをさせられないということで、私アロハ太郎もセンター試験に挑戦します。その名もババフミカセンター試験です。ふざけんなって怒られないですか、ちゃんとやろうとしてる学生たち。私明日誕生日なんですよ、そういえばね。でその、誕生日企画でもあるということなんですか。あ、そうなの。そういう優しさに満ち溢れた企画なんですね。そうなんだ。じゃあ答えられる問題出してほしいですけどもね、今回はババフミカに関する問題10問出されます。8問正解で、ババフミカさんのカレンダーブックをゲットできます。で10問全問正解だとババフミカさんの写真集もですねプレゼントということで、ちなみに写真集は事前に購入してないと。で成功したら後日購入してプレゼント。だからできないことが前提でしょこれ、スタッフが。本当に今の今まであれだもん、あのウィキペディア見たんだけどダメだね、やっぱり付け焼き場は剥げやすいなっていうことを申しましてね。じゃあ行きますよ。よーい、ドキドキスタート。はい、第1問。岡谷さん、はい。ババフミカさんはすべすべなお肌からも分かるように、越後美人、新潟県出身である。新潟の出身だよ。第2問、丸、グラビアで引っ張りだこのババフミカさん、はい、もちろん撮影でハワイにも行っている。うわぁ、行っててほしいので丸。第3問、ババフミカさんは可愛さからも分かるように、星座は乙女座である。あのね、6月21日なんですよ誕生日。でもそれが乙女座かどうかね、違う、×フォーラー。第4問、ババフミカさんの趣味といえばカラオケ、ショッピング、あと一つは何。あのね、音楽鑑賞って書いてあったような気がする。あれ。第5問、モデルとしても活躍しているババフミカさん、どの雑誌の専属モデル。何の。第6問、ババフミカさんのようにモデルとグラビアで活躍する女子をカタカナ3文字で何女子という。モグラ。第7問、グラモがいいって本人は言ったんですよ。悪役メディックを演じた特撮ヒーロー作品といえば仮面ライダー何。ドライブ。第8問、ババフミカさんの初めての写真集タイトルは何。うわババです。第9問、ババフミカさんも出演した人気医療ドラマコールドブルーで、コードブルー。コードブルーだよ。コードブルー。間違えたらいけないんだよ。演じた役名は、うん、あ、聞いてた。なんとか双葉。何に双葉だろうね。あ、三つ葉双葉。第10問、12月15日の週刊プレイボーイニュースからの取材。2018年はどんな役をしたいと質問に答えたでしょうか。いい役なんかいい、あの素敵、いい役、なんかかわい、素敵な、あの、あー 79.5